こんばんは。ツイッターもね、インスタも載せたんですけど、ヤスさんありがとう。カレンダーのグッズが出るんですね、今年も。でも過去一で好きなんですよ、今までのグッズの中で。だからもう本当にすごいゲットしてほしいなって思ってます。おかゆさんありがとう。あおいちゃん、しまいちさんありがとう。クロちゃん、ちゃんとくさん、カメさんありがとうね。本当に分かんない、男性の方からしたらなんか可愛いと思ってもらえるのか分かんないの。なんか女の子ってこういうのめっちゃ好きそうだなと思って、女の子っていうか私が好きだからこういうのが。だからでも男性の方ってどうだろう、キラキラ可愛いメイクはどうだろうかなってちょっと思ったんですけど。そう、タッタンさん、ドームさんありがとう。なんかそう、お家にさ飾ってくれたら本当に嬉しいなと思って。 TikTok ライブ、 TikTok ありがとうね。お主か、好きですああいうの。嬉しい。アイでもめっちゃ好きで、なんかキラキラで可愛い女の子みたいな、女の子って感じの、ちょっとイケてる感じの、なんて言うんだろう。しかも髪の毛はふわふわにしてもらったんですけど、なんかああいうのめっちゃ好きで、なんかドタイプでした。だから撮影中って結構楽しくて、そうノリノリで撮ってもらいました。もうゲットしてほしい、本当めちゃくちゃ過去一で好きなの。福ピグさんありがとう、マジで届いてほしい、ファンの方に届けたい。大興奮したって、ありがとう。ヤシタンさんありがとう、シロちゃんありがとう。ドタイプすぎた、本当に大優勝。嬉しい、めっちゃ嬉しい。やばい、ふわふわ髪最高、嬉しいんだけど。私も一番なんか多分トップ上位レベル、上位に入り込むレベルでもうね、好きだなと思って、グッズ好きなグッズだなと思って、そうそうそう、なんて言うんだろう、自分がっていうよりかはこのコンセプトがめっちゃ好きだなと思って、そうコンセプトがめっちゃ好きだなと思って、なんか女の子が詰まった感じ、女の子の可愛いっていうのが詰まった感じで、そうそう、まだ販売してないね、いつからだろう。8時からだって、キャーンキャーンとか言って、なんか雰囲気とかそのコンセプトがすごい好きだから、そう過去一でちょっとコンセプト的にお気に入りって感じ。でもこの日結構漏れた気がするんよね。表情が好きだった、ありがとう、嬉しすぎ、携帯落としそうになった。本当に生誕ってまだ決めてないね。そうね、髪色とかも、いや染めてよかったなってこの時ちょっと思った瞬間だったか、結構
なんか染めてないとちょっと染めてるからこそちょっと背景とかにあったりしてて、そう黒髪には出せない雰囲気かだったかなと思って、なんかすごい楽しかったですね、あの写真撮影自分で見たりしても。そうたーくんありがとう、本当にゲットしてほしい8時です、お願いします。内向きが似合いますね、私も最近そう思う。大ちゃんありがとう、ゲットしてほしいな、8時 OK お願いいたします。ゲットしたら教えてね。今日はリハがあったんだよね、コンサートのリハが、コンサートリハがあったからさ、バイトな買いま…え、バ…な、なうか、え、ファイト？すごいファイティ、お疲れ様、ありがとう、予約するよ、ありがとう、明日公演行く、あ、久々の公演かも、ちょっとだけ早めに終わったかも、リハ。おっとは、ありがとう。今日はでもプレゼントが結構届いてて、久々に行ったら、そう久々に行ったらプレゼントがなんか割かし届いてたので、ちょっと紹介しちゃおうかなと思って、そうまずね、まずなんですけど、白川さんありがとう、薬もらいました、よかったね。ショールームの景品も届きまして、そう多分なんシルバーウィークだったかな、で50万ポイント達成が、そう HKT で多分一人ぐらいし私しかいなかったっぽくて、全部達成してたのが、そうめちゃめちゃいっぱい届いてたからびっくりして、そうこれは千引き屋さんの多分50万ポイントでゲットしたやつかな、これは自分で全部自分で頼むやつなんだけど、そうこれね、千引き屋さんのやつはね、前回の時も千引き屋さんだったけど、なんだろう中はねまだ見てなくて、シャインマスカットは、そうこれが千引き屋さんのシャインマスカットを選べるよってやつですね。なんかメロン、いちご、シャインマスカット、ピーチ、マンゴー、ルレクチエとかセトカとかピーチ、なんか選べるらしいけど、私はシャインマスカットを選びますね、この中から選んでいいよみたいな感じだけど、私はこれがいいな、やっぱシャインマスカットがいいかな、一番好きだから。頼むね、これこちら頼んじゃうね、シャインマスカット一択だね、これ今すぐ頼んじゃった方が良さそうじゃない、旬だよね多分、もう早く届けてもらえそう、その方が違う時期とかあんのよね、これ夏のピーチとか夏だから今はちょっと違うよね、そうこれをじゃあ頼んじゃおうかな、すごい、え？いつの、あー、なるほど、こ
これも頼めるらしいから頼みますね。じゃああと多分なんだろう、お肉カタログがね届いてて、そうそうそう、カタログがね、なんか多分お肉と海鮮のカタログそうかな。うん、こちらこのギフトもね来年までね使えるので、ちょっと旬のや旬が過ぎちゃってたら頼めないかもしれないから、とりあえず頼めるときに注文しよう。そうだ、お肉と、お肉と海鮮は頼んで、そうパーティーですね、あの配信しますから、配信しようかなと思ってます。あとはまあそうね、ありがとうございます本当に。であとプレゼントも届いてましたね。なんか仮装とかコスプレがさ、メイド服2個もいらない、うん、2個もいらないです。あと何なんだろうこれ、猫耳いらないよ、やめてよ。ちょっと白と黒も2つセットいらないで、本当にさ、もう仮装外れたからって仮装くれたんかな、わかんないけど、メイド服いいて、水色と黒いらんて、もう2個もいらないけど、まあちょっとありがたく受け取りましたけど、ハロウィンの時に配信で着るかな、どうだろう。やだやだ着るかは分からない、身につけるかもしれないけど、猫耳くとかならやだ、すごいやだ。おしゃべり会あった時とかにまあ使う、キャラクターものじゃなかったからまあ使えるっちゃ使えると思うけど、やだよ。ハロウィン多分10月末じゃない、ハロウィンは。仮装はするか分かんないけど、この猫耳くらいなんつけてあげてもいいよ、うん、とか言ってみたりして、分かんない、ちょっと仮装やだな、すごい嫌なんだけど、恥ずかしいじゃん。おしゃべり会とかだったらまだいいけど、オンライン限定、オンラインだけならいいけど。MK さんありがとう。あと洋服届いてますね。あ、なんかさ、これチークワのやつじゃないの？チークワやないかい。チークワやん。チークワのなんかやつだね。フード付き。かわいいね。レッスンの時着ていけるね、部屋着とかにもできるね。そういいね、洋服かわいい、ちいかわちゃん、ちいかわのやつ。あと帽子が届いてました、ニューエラの帽子かな。え、これさめっちゃかわいいじゃん、こういうお帽子が。アイリン、こういうの欲しかったんだよね、めちゃくちゃセンス良いな、この丸っこい感じ見て、可愛くない、どう、なんこの可愛いキャスケット、可愛すぎ、この丸っこい、なんかふわもちもちっとしてる、これ秋冬大活躍だな、ニューエラのやつでした、かわいい、めっちゃありがとうね、すっごい好きだなこの形、ありがとう、これかぶる、めっちゃかぶります、ありがとうございます、嬉しい、
丸いシルエット可愛い。あとねもう一つ、ケースケースありがとう。これがもう優しいなと思ったんだけど、ショールームを見ててね、ちょっとお手紙、あのさえちゃんが、愛理が黒のバケハをファンの方にもらって、スナイデルの欲しいって思ってたやつをくださって、ファンの方が、そうで黒ゲットして、さえちゃんが白が欲しいって言ってたんだけど、なくなっちゃったって言ってて、在庫なかったらしいの、店舗で。そしたらファンの、アイディのファンの方がさえちゃんに白のスナイデルのこの帽子をあげて、二人でお揃いでかぶってねっていうメッセージとともに送られてきてたんですよ。そう、さえちゃん 大喜びですよ。さえちゃんもそう、ありがとう送ってくれて。そう、私が黒ファンの方にもらって、で白がさえちゃん、さえちゃんが欲しいって言ってたっていうのをアイディが言ってたから、それを多分ね知って、さえちゃんにあげてね、お揃いでかぶってねって、アイディのファンの方がグッてきてくれたの。めちゃくちゃありがとう、本当に。だからもう二人でお揃いでかぶろうねって言ってた。そうだから、さえちゃんに渡しとくね、ありがとう本当に。そう、さえちゃんに言ったら、嬉しいみたいな、そう喜んでたから、あげとく、本当にこの方からもらったよって言っとくね。嬉しい、ありがとう、本当に優しい世界優しいっていうか、まあそんな普通はないですよね。ありがとうね、もう本当に紳士だよ、村民の皆様、紳士でございます。ファンの方のさ反応とか見てて、引用とかしてくれたりするの結構見るんだけど、まあディップとかも見るんですけど、やべえ愛ちっちゃうって使い方ミスってると思うけどどういう意味なんだ、キロッツさんありがとう、いいかもっていう褒め言葉としてだと思ってるんですけど、私やべえ愛ちっちゃうってまた違う捉え方、愛ちってるの活用の仕方、そう、嬉しいな。でもさ、女の子とか結構好きそうなコンセプトだよね、このカレンダーも。そう、アイディのさ、そう、アイディのカレンダー、去年はちょっと大人っぽい感じだった、今年はちょっと少女感というか女の子感強くて、そう、いやー嬉しい、ぜひゲット、8時からだから、まあぜひゲットしてね、秒でゲットしてくださいね。おお、今日はちょっと疲れたな、なんだか。今日はなんだか疲れたか。ちょっとね、まだね、今日あんまり SNS をね触れてなかったから、そ
そう、さっき帰ってきてちょっとドタバタ、疲れて寝ちゃってて、さっき15分ぐらい、うん、疲れて寝ちゃってたんだけど、ドタバタちょっと SNS 更新したんだけど、みなこちゃんありがとう。そう、お疲れ様です。皆様もここのリンクからも買えます、カレンダー。ペンギンさんありがとう。リハーサルね、ちょっと仮装できるからさ、仮装できるからさ、そういういろいろちょっと変わるところもありますから、ぜひ。13か、値段めちゃめちゃ楽しみね、ちょっと楽しみだよね。ちょっとやらなきゃいけないことが、ちょっとバタバタしてきたな。やっぱ10月バタバタしてきた。仕事に戻る、カレンダーからね、ありがとう、嬉しい。いろいろさ、資料が送られてきたらもうそれ分かんなくなるんだよね。だから昼と夜でさ、しかも違うからさ、そう、わけ分かんなくなっちゃう。ちょっと待って、あ、そっか、ちょっとごめんなさい、もう早いけどちょっと終わります。今日すいません、明日朝早いしね、しかもパジャドラだもんね、久々の公演で。でちょっと今日のコンサートのやつもわりかしなんかバタバタで、うん、なんか昼夜違うから立ち位置が全然ごちゃごちゃってなっちゃうの。本当に振りも違ったりするじゃん、位置によって。だからもう間違えたね、怖い。そう、はい、ではランキングマス、13位ドームさん、12位ナオさん、11位ペンギンさん、10位カメさん、9位クロちゃん、8位おかゆさん、7位みなこちゃん、6位 MK さん、5位ヤスさん、4位ホクピグさん、3位タータンさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃんです。ありがとうね、ちょっと頑張ります、明日も公演。ではちょっと SNS 送るからね、あのメールとチャット、チャットの方にもオフショーいっぱい送ります。じゃあねー。